ルーファス・マクギャリグル・ウェインライトは、アメリカのシンガーソングライターである。ラウドン・ウェインライト3とケイとマクギャリグルの息子であり、マーサ・ウェインライトの兄、ルーシー・ウェインライトローチの異母兄弟にあたる。1998年のデビュー以来、5作の、スタジオアルバムを発表している。楽曲、I'm a Running は1989年のジニー賞に、翌年には、 受脳賞新人賞にもノミネートされた。旧市の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第96位。幼い頃に両親が離婚した、母子家庭で、少年時代のほとんどを、カナダのモントリオールで過ごす。そのため、アメリカとカナダの二重国籍である。6歳で、ピアノに触れ始め、13歳で、 マクギャリグル姉妹と一家として巡業を始める。ニューヨーク州ダウンステートのミルブルック高校を卒業後、コンコーディア大学、マギル大学で短期間ピアノを学ぶ。10代の頃にゲイであることをカミングアウトしている。若い頃よりオペラに興味を持ち、それは彼の音楽にも強く影響している。例えばバルセロナはベルディのオペラ。 マクベスのセリフを引用している。また、エディット・ピアフや、アルジョルソン、ジュギガーランドらにも強い関心を示している。毎週出演していた、カフェ・サライボのモントリオールのクラブでのステージが、評判になり、ピエール・マルシャンによっていくつかのデモテープが作られる。テープは、ドリームワークレコードのレニー・ワーアンカーにわたり、彼は、自身のレーベルで、ウェインライトと契約する。 1996年の春に、ウェインライトは、ニューヨークへ移り、クラブフェズで定期的に演奏を行う。その年の秋に、ロサンゼルスに移り、ファーストアルバム、ルーファス・ウェインライトのレコーディングを開始する。このデビューアルバムは、高い評価を受け、ローリングストーン氏は、その年最良のアルバムの一つとし、また、彼をその年のベストニューアーチストと呼んだ。 1998年の夏、ウェイン・ラインとは、ショーン・レノンとツアーを行い、続いて、自身の初ツアーを行う。12月に彼は、ギャップの CM に出演し、フランク・レッサーの w h a t Are You Doing New Year's, イブを披露すると、彼の知名度と作品のセールスは、飛躍的に増加する。1999年の3月からツアーを行う。ありがとうございます。